終焉が近づいている。そのすぐ後には始まりが待っている。もちろん選択余地はまだ残っているが、完全無欠でいたいか、それとも動物のように打たれ死ぬか。奇妙な音、子供の頃の軍隊、空には炎が上がっている。心配する必要はない。私はすでに勝利した。人生とは病気の症状のようなもので、愛は血管だらけ、希望はお笑いとさ。助けを求めた時にあなたの再調整が始まる。もちろん